経営者になる人ってやっぱ昔からなんかストーリーあるよね。絶対みんな中高時代に嫌われてんのよ。はい、どうもです。こんにちは、そこゆきです。はい、今回のお題は経営者様と一般人どもの違いということで、我々経営者様とね、そこら辺の凡人どもとの違いをね、話させていただこうかなって。どういうこと言うからアンチが湧くんだよ。佐古くんあれだもん、マイルドだもん、言い方。そうなん、どんな感じ？経営者と普通の人の違い。いや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 、俺も面白いこと言うぜみたいな感じでマイルドだよっつって振ったのに。いやいやいや、まあちょっとふざけましたけれども、経営者とね、まあ経営者じゃない人で、まあ結構特徴違うよね。人間性っていう部分でさ、経営者になる人ってやっぱ昔からなんかストーリーあるよね。偉人伝みたいな、そんな大げさな話じゃなくて、みんな何かしら面白いストーリーを持ってるっていう。まあ人によってはそれが非社会的だったりとかするし、面白いだけだったりとかするんだけれども、明確にやっぱ経営者と真面目に働く人たち、まあ、経営者が真面目じゃないっていうわけじゃないけれども、根本的に人間性違うなって思うところ結構多いんだよね。ああ、あるね。そこら辺話していったらと面白いんじゃないかなと思った次第です。いいね。うん、経営者が持ちがちな人間性、一つ目、徹底的に自責で自分がコントロールできないところにはそもそも興味がない。最近選挙あったじゃん。選挙行ってる周りの社長一人もいない。一人もいないね。これ本当に良くないことなんだけど、本当良くないんだけど、誰も選挙行ってないよ。自分がコントロールできないことに本当に興味がないね。自分のことしか考えてないんだろうね。選挙行くんだったら自分で稼いだ方が早くね、税金上がったとしてもみたいなね。良くも悪くも自責なんだよね。自責ってことは視野が基本的に自分にしか向いてない人が多い。まあ、我々みたいなね、低俗な経営者と違ってね、品位の高い上場企業の社長様だったりとか、そういう社長さんはもう社会意義のこと考えてるかもしれないけど、俺らレベルだったらね、どうにもね。中小企業の経営者の 99% はそんな感じだと思うけどね。ビジョンとかさ、俺らもあるっちゃあるけど、日本のためにとか世界のためにとか思って仕事してるわけじゃないわけじゃん。自分と自分の周りが満たされたらなって思ってやってるわけだから、あんまりこう社会とかそういうことを考えない人は多いかもね、経営者ね。でも結局価値提供しないと稼げないから、自分が豊かになるためにいいものを作って世に広めていこうみたいな発想の方が近いかもしれない。稼げてる経営者は絶対自分のお客さんは大事にしてるんだよ。だけれども自分と接点を持たない人に関しては心底興味がないね。街頭演説聞いてる人に対して暇なのかなとか言うからね。正直ね、これ言ったらあれだけど、なんか沖縄に米軍基地があろうがなかろうがあんま関係ないよなって思うね、経営者タイプの人は。それとして本気で怒れる人って本当にすごいなって思う。そんだけ熱意持てるからね、本当にこれ嫌味なく本当にすごいと思う。そんなにお国のこと考えれないもん。でも俺自分でびっくりしたのが、安倍元首相が亡くなったじゃんか、うん、結構ね俺意外とショックだった。ショックじゃなかったでしょ、どうでもよかったでしょ。いや、そんなことはないけど、ああそんな事件があるんだなぐらいの感じかな。結構ちゃんと一日ズーンってしたから。違い2つ目、集中力が0か100、そういう人多いね。そうだね。基本的にね、集中してる時に本当に集中するのは経営者の人って。天才エピソードみたいな感じになって恐縮なんだけれども、佐古くんとかもそうなんだけど、何か集中してみたら話しかけても完全無視してんのよ。いや、そんな話しかけられてないんだよ。本人も話しかけられてることに気づかないぐらい過集中してんの。悪いことしてないんだけどね。でも経営者の人たちってみんな同じようなエピソード持ってる。俺も持ってるし、カズくんだったりも持ってるし、リュウケンさんも持ってるし、うん、みんないろんなエピソード持ってて、やると決めた時に異常なまでに集中するよね。でその代わり集中してない時は本当にもう集中できませんみたいな、うんうん、あ今日無理だみたいな日は全く手も足も出ない。そうだね。普通の人ってさ、うわーって集中することもないけれども、毎日淡々とある程度やりたいとかするわけじゃんか。なんだけれども経営者の人って、あ今日集中できねえわってなったら本当に全くダメみたいな、1ミリも進まんみたいな。今日もう撮影来るか迷ったもん。ふざけんなよ。なの。それで言うと俺はね、意外と経営者の中では、ね、経営者じゃない側の常識を持ってる側の人間ですよ。3つ目はリスクに対する考え方が100か0か。例えばさ、みんなマスクとかしてるじゃん。でも、まあ、別にコロナあってもちょっと寝込むぐらいだからマスクしなくてよくね。本来みんなが感じてるコロナあるかもしれないってリスクを感じてない。で逆にこれもしやらかしたらうちの会社やばいぞとか売り上げが吹き飛ぶぞみたいなことに関しては徹底的にリスクを感じて全排除する。普通の人はまあそれぐらいいいんじゃないですかってなっちゃうところも、そこに関してはいやこれ絶対ダメ絶対ダメみたいな感じでしっかりやるっていう。リスクを受けるというかマイナスを受けることを単純な足し算引き算で考えてるなみたいな。他の人だったらコロナになっちゃダメっていうところから入るんだけど、経営者の人ってコロナになったら3日間寝込む。でその3日間寝込むということはどういうことなのかっていう。で寝込んで治るんだったらよくないみたいなような考え方をするよね。スピード違反とかもそうで、普通の人だったらスピード違反しちゃダメだよと、何キロオーバーしたら2万5000円払わなきゃいけないと罰金。だからスピード違反はしちゃダメって言うんだけど、これよくないんだけど、経営者の人は2万5000円払えばスピード違反ができるって考えるんだよね。その2万5000円を許容するのであればスピード違反をして良いと考えるのが経営者。これが良いか悪いかを置いといてね。それが功を奏した時にビジネスがうまくいくんだろうね。なるほど。
ほどね。こう過ごさなかった時に悪い方に働いた時に犯罪者になっちゃうんだろうね。そういう人多いなって思う。駐車違反とかもね、ワンチャン0円でここに駐車できてみたいな期待値ね。そうそうそう、バレたら駐車料金を1万円2万円払わなきゃいけないとって考えたら、期待値で言うとこの駐車場は安いというふうに考えるのがまあ経営者ね。ピルツいたな。でも駐車違反ってさ、点数引かれないじゃん。だから実質止め放題なんだよねバレた時にだけお金払わなきゃいけない、ね、そう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 。その人が高校時代のエピソードで、その人はバスケ部に入ってたんだって。バスケってファールすると退場なんだけど、ファールしてでも相手を止めて自分が退場になった方がいいシチュエーションってあるんだ。あ、はいはいはい、残り時間5分とかでさ、入れられたらやばいみたいなところにさ、ファールして一旦流れを変えといて、自分は退場して残り少ない人数で頑張ってもらう方が得だったりするパターンがあるから、こういうルールがあるのであれば、そのルールをちゃんと活用しないともったいないよね。一般的にはダメだって言われてるけどみたいな。リスクとかマイナスに対する考え方はちょっと人とはずれてるよね。そうだね。4つ目、ずる賢いサボり屋さんの人が多い。結構話聞いてると、学校の授業だったり宿題だったりとかをサボってるね。みんなちゃんとやってますみたいな人はあんま聞いたことない。効率よく生きてるよね。よく言えばね、まあ、ルール破ってんだけど俺もなんか小1の頃からサボり癖があってさ、小1の頃保健室に行きすぎて1日のうちの半分以上保健室で過ごしてたの。友達とうまくいかないとかじゃないんだよね。休み時間は絶対教室に帰るんだけど授業中はもうめんどくさすぎて保健室にいて、その癖がね最後まで抜けなかった。中学校の頃とかもあんまり授業出なかったし、高校の頃も全然授業出なかったし、大学生の頃はもちろん授業出なかった。今も仕事に来ない。いや行くよ、仕事はするよ。いやとにかく授業っていうものに出なかったんだよね俺は。で宿題もやらなかった。テストの点数は取ってたけど、僕はねノートっていうのを書いてなかった。中高の授業ってさ、教科書からしか出ないじゃん。先生が口頭で言ったことからしか出ないとかってさ、大学だけじゃん。ノート取らんでよくねみたいになって、なんならそろって言ったこと教科書にメモしといたらよくねみたいな感じだったんだよ。そもそもノートというのを授業に持参してなかった。でもある日国語だけなんかノートテストがあるみたいな言われて、出せば1点って言われたの。ノートだけ買ってきて白紙で出して今回習ったことをきれいにまとめるってことを文部科学省に外注して出てきた結果が教科書だもんね。そうなんだ。教科書以上のものはできませんと。なんでこんな小学生の俺が書いたノートの方が文科省が作ったね、お偉いさんたちが作った教科書よりも価値があるのよ。そんなわけないじゃん。文科省の賢い人たちが作った教科書が一番いいに決まってんじゃん、一番いいまとめに決まってんじゃん。テスト取れりゃいいじゃんっていうね感じだったね。夏休みの宿題なんだけど、小学校の答え配ってくんない先生とかいるじゃん。自家製のドリルとかで足し算と引き算のトレーニング問題とかあって、結構めんどくさかったの。3桁引く3桁とか、これある法則を見つけて、前の足し算のページが次のページの引き算の答えになって、わかる？例えば3足す2は5だったら、次のページは5引く3は2みたいな感じに対応してたんだよ。だからこの列を書き写していけば全部答えが出るということに気づいてしまって、パパ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 みたいな。でその後とかにおやつをおごってくれたら、この宿題全部やるよつって5。みんな性格が万人受けしない。絶対みんな中高時代に嫌われてんのよ。人間ってさ、こいつを好きな人もいれば嫌いな人もいるだろうなって性格のやつがいれば、みんなから程よく好かれるなみたいな。だけれどもめちゃくちゃ好きになる友達はいないなみたいな感じに分かれると思うんだよね。経営者の人でみんなに当たり障りなく誰からも大親友になるわけでもないし、嫌われも絶対しないみたいなタイプの人は絶対経営者にいない。いないね。誰かからかは猛烈に好かれる友達で、誰かからかは猛烈に嫌われるタイプの人が多いなって。もカズくんなんか絶対学生時代嫌われてたからね。で一部には絶対面白がられてたもん。ああそうだね、森は面白いやつって。で一部は森は決めってなっちゃったと思うし。佐久くんどうだった？一部に嫌われてた？うん、かもしれないね。どんな感じで嫌われてた？携帯電話に無言電話とかかかって、公衆電話からかかってきてて、公衆電話ってさ中学生のお小遣いじゃ痛いじゃん。だからちゃんと会話したの。無言電話してて楽しくなるように相手が、うん、そしたらめっちゃ金欠になったらしいそれ友達じゃね？そしたらその後仲良くなった。ああそうなんだ。なんで嫌われてたんだろうね。先生に好かれるのがコスパよくうまかったからじゃない？ああそれは俺もそうだったわ。嫌われちゃまずい先生には絶対好かれるように動く。でもなんか別にこの先生キーマンじゃないみたいな先生には舐めた態度を取るわけですよ。それは同級生に嫌われるねやってたでしょ、キー先生を抑えるみたいな。俺先生にも結構嫌われてるタイプだったんだ。俺さ基本的にさ見下し癖があるのよ人。あるね見下してるっていうか、まあ、下なんだけど実際心の底から思ってたの。今はさ職業でそうどうこうとか思わないけど、中学生の頃なんか尖ってるからさ、教育学部って偏差値55ぐらいでしょみたいな。そうなんだ。ってことはこいつらが中学生時代俺より多分頭悪かっただろうみたいな。だから俺よりスペックの悪い人から習うことは何もないみたいな態度を取ってたんだよね。それはやばいね今アンチだよ多分。その青くんのコメントに書いてるアンチ、青の元先生説ある。中学生の頃とかめちゃくちゃ尖ってたし、小5、6ぐらいかなもうの頃からそういう思考だったから、結構先生には嫌われてた。
だってお前俺より頭悪いじゃんって素で思ってたんだよね。今はそんなこと思わない。同級生に対しても大学とかはさ、ある程度勉強でスクリーニングされてるからリスペクトできる同期たちばっかだったのよ、うん、でやっぱ公立中学校とかってさ、正直リスペクトできない同期もいるじゃん。こいつ本当にろくでもねえなみたいな。でもそいつの慣れの果てが今アンチになってんだろうけど、そういうやつらの中学生時代に心底その人たちを見下してたんだよね。それは嫌われるな。嫌われるよっていう、うん、考え方が特殊で嫌われるパターンも軽視に多い気がするね。正論言っちゃうとか。俺そういうタイプだったかも。例えばなんかね、小学校の時とかにいじめられてる子みたいなのがいたんだよね。相談受けた時に、別にいじめられること仲良くせんでよくねって言っちゃったんだよ正論じゃん。だけどなんかちょっと傷ついたらしくて、うん、その感じに共感してくれる人からすごい好かれるんだよ。すっきりするタイプもいれば傷つくタイプもいるだろうね。もうデリカシーないからね、うん、さっき言ってたさ、好かれる人にはめっちゃ好かれるけど嫌われる人には嫌われるみたいなさ、対異性でもそうだよね。経営者でさ、マジで彼女いませんみたいな人いないじゃん。刺さる層にはちゃんと刺さるから一本釣りができるんだろうね。しかもその刺さり方がえげついのよ。あ、そう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 。基本沼ってるよね。結束固いよね。6個目、ちょっとサイコパスな人多いよね。まあ今のやつもちょっと被っちゃうけど、人情とか義理とかそういうの置いといて正論でやっちゃうとか、コスパでやっちゃうとか、まあ、さっきの中学校の先生のエピソードもそうだけど、間違ってないと思うのよ。実際俺らが賢いし、それを表に出すのとかちょっと違くないみたいな。それうまくやるのがさ、大企業の中間管理職とか。まあそうだね、すごくうまくやるよね。こうこうこうだから、これが事実ですと、うん、これが現実ですとっていうのを割り切ってそれ通りにやる人たちなんだよね。それがまあうまく働かなかったら、ただただこう人間関係を壊す人なんだけれども、逆に人間関係に惑わされずに現実だけを見れるから正しい選択が取れてビジネスが回り出すんだろうな。いや、その通りだね。本当にね、そのバランス感覚をね、大人になるにつれて取れるようにならなきゃいけないんだけど、当時は若かったから許してください。まあ、リュウケンさんとかもすごいサイコパスだよね。サイコパスエピソードどうぞ。使えない人間とかメリットないなって思った人間とは関わんないよね。佐古くんもそうなのよ。なんかの動画で言ってるけど、会食とかあるじゃん、佐古くんが興味持ってる時、佐古くんバーしゃべんのよ。で、あ、この会食意味ねえわって思った瞬間も佐古くんもうこういやそんなことない。言い過ぎだよね。もう行かれてんなって思って。いやそんなことないよ。ちゃんと外交できるもんね、僕はね。俺はね、ちょっと経営者タイプじゃない。人間性はいい応援されてるってあれだ。程よく社会性の高いように育てていただきました。多分その素の自分のままありのまま自由にバーって生きてたらこうはなんなかったんだろうけど、きちんとボコボコにされながら育ったから親に。態度に出ちゃう、そんな人多くない？ちょっと多いね。あくんさ、キャバクラとか連れてってもらって可愛くない子がついても楽しめるタイプだもんね。いや、楽しみはしないけど楽しいふりはするよ。いやでもさ、いるよね。さんとかさ、めちゃくちゃキャバクラ行くじゃん。もう毎日100万とか使うけどさ、可愛くない子ついたらマジでこうだから。そうだよそうだよそうだよ、本当にそうだよね。女の子かわいそうって思って俺話しかけに行っちゃうもん。こっちおいでって。いい子じゃん。俺もジョーなんじゃないかって思っちゃう基本的にさ、キャバクラとかってさ、連れてってくれる大社長、ジョー、そして若手俺らだから大変だよ。連れてってくれる大社長が楽しんでないとすごい焦るよね。焦る。大社長をキャバ嬢と若手で楽しませる会だと思ってる。だけどね、人によってはね、若手がしっかり楽しんでないと許せない大社長もいるから、そうなるとこっちも本気で楽しむ。俺はキャバクラが好き、俺はキャバクラが好きってこう自分で念じながら。あと性欲が強い。好き100くらいならまだ弱い人もいるけど、好き300超えてて性欲弱い経営者見たことないよね。見たことないね。金と時間があったら本能を満たせるようになっちゃうから、どんな人でも金と時間があったら性欲向き出すのかもね。唯一この人性欲ないな、稼いでるけど、思ったのは TikTok のヒロト君、性欲ないよね。いやわかんないよ。いやないんだよね。だからじゃ結婚してるじゃん。奥さんにすごいんじゃない？一途な経営者の奥さんになった人は大変だと思うよ。ぶっ壊れるよマジで。佐古くんを一人で抱えるとか無理だもんな。というわけで経営者の特徴なんですけれども、この特徴満たしなくても100ぐらいはいけると思う。僕とかは一部満たしてる部分はあるけれども、多分これ見てて一つも満たしてない人っていないと思うんだよね。俺多分満たしてない側なのよ。そうなんだ。で周り見ててもさ、俺って結構経営者タイプじゃないと思うんだよ、ね、ああそうだね。結構経営者タイプじゃなくて経営者の真似をして淡々とやってる方だと思うんだよね。でその淡々とやってるノウハウとかを経営者がなんとなくでやってることを全部言語化して丁寧に真似してやってるのが、まあ青くんなんですけれども、そのノウハウとかをマガジンにねまとめて配信して勉強できるようにしてるんで、はい、これを真似したらですね、生まれながらにして経営者みたいな感じじゃなくても、うん、月100ぐらいいけんじゃないかなみたいな風に思うわけなんで、そのために必要なねヒントを散りばめられたメールマガジンがあるので、はい、概要欄からしっかり登録していただければね、はい、幸いかなという風に思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。今回以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。